どうも、おはこんばんにちは。ホビドアです。ドラゴンズドグマオンラインプレイ再開していきたいと思います。しかし今、ゲームに入ろうとしたらとても混雑していて、なかなか入れなかった。相当人気なんだろうな。今ちなみにプレイしてるのが土曜日の夜ということもあるのかな。ちょっとアイテムとか見てみようぜ。確か報酬を受け取ってないのが何個あったはず。これか。レザークローク。重量がやっぱり上がるんだね。受け取っておこうぜ。しかし、今悩んでいるんだけど、どうなんだろう。買った方がいいのかな、あの装備は。データ装備。レザークローク、ここだろうか。どこなんだ、待って、わからんぞ。オーバーウェア。ないだと、そんなバカな。ああ、そうか。こっちになってるからかな。変えられないな。俺持ってないのかな？待て。何かがおかしい。では、持っているアイテムをここら辺で確認するのはできないのか？アイテムバッグ、ここだ。それはまあ、ここには入っていないはずなんだが。ちょっと確認しよう。保管ボックス。引き出す、アーズスケール。で、ここでこれ。クローク。全ジョブ装備かな？アイテムバッグに送らないよ。ここにあるのをどうやったら装備できるんだ。取り替えられるはずなんだ。ここね。アイテムバッグになってるので、変えられるはずなんだけれど、変わるんだ。どうやったら変わるんだ。変わらない。どうなっているんだ。わかった。わかったよ。とりあえずわからないからバッグに送ろう。これで装備できるだろう。なんだって、そんなバカな。全上部装備できるって書いてあった。ここか。おお、かっこ悪い。なんてかっこ悪いんだ。かっこ悪いけど防御力上がるからとりあえず装備しとこう。しょうがないね。装備品ここに置かれるのか。だってとりあえずクエスト版で、クエストボードだったかな、名前は。あそこに何か、良さげなクエストがないか、見てから、進行しようぜ。やはりこういうところだとね、HP を使わないからいいよね、飛んでも。おそらく普通のところから飛んだら、死んじゃうんだろうな。これこれ。ちょっと見てみようぜ、なんか出てないか。やはりこれしか出てないな。ハイデル平原。礼拝申請。ウロコがを派遣した場合さ、直ちに確保し、一個死んでまで、納品。よし。普通に行くか。とりあえず、初回だからなのかな？歩いて行かないといけないっぽいけど、ワープできないよね。確か前回、なんかでワープできるみたいなこと見たよね。リム店員、これこれ。白竜神殿霊星。今いる場所だよね。明らかに。こちらで、フィールドマップ。ここに行かないといけない。遠いね。てる。ここになんかマークがあるじゃない。多分これワープできるところなんだと思うんだ。修練の祠、死者の小洞窟って読むのかな。ハリウッドの抜け道。なるほど。やはり初回は歩きか、行かせていただこう。なんかいろいろと話しかけられている気もするけど。メンバー4人以上のクランに所属している方に何がもらえるって？クランク加入キャンペーン開催中。9月10日17日のメンタル時点でメンバー4人以上のクランに所属している方に3000人もプレゼントいたします。今のところそんなね、やるとは思えないけど、俺は。クランって要はギルドだよね。このゲームだと。ワーフレームをプレイしてた時もクランを作って仲間たちとワイワイやりながらプレイしていたんだが、今回はとりあえずソロだ。みんなね、仕事の都合とかでなかなかプレイできないんだ。プレイしてるらしいけど、時間が合わないんだよね。自分も、このゲーム今週出たんですけどね。あれだ。正式サービスが。プレイできたのがもうほんと土曜日。ね。しょうがないね。これすごい吹っ飛ぶ。なにこれ。気持ちがいい。でもスタミナが切れたぞ。やばい。ボコボコにされる。おお。やったな。やったな、ゴブリン。おお。
落ちてきたぞ。うっ、いや、これはいい爽快だ。本当にね、 MMORPG とかに見えないよね。敵の吹き飛び方が半端じゃない。よし、普通に進もう。敵倒した方がいいのかな。振り道して、ここら辺の敵全員倒して、一回は倒してやるから、別に倒さなくてもいい気もするんだけど。そういえば、知り合い曰く、アイテムとかはクラフトに使うらしいんだが、まずチュートリアルが入っていないよね。明らかにアウト。まだまだチュートリアルは続きそうだ。こっちか。高いところから、ちょっと高いところから飛んで、一回どのぐらい HP にダメージが入るのかもテストしたいんだよな。おいおいだって、多分やりますよね。なんか、敵とかと乱戦中にどうしても行かなくてはいけないって気がありそう。アイテムの入手の仕方、おお、投げてくるんだね、ああいうのを。よくできているな。そういえば、ちょっと今確認したんだけど、この、ダッシュして敵を攻撃する技。一戦好きですか。これ、ちょっと、敵を自動で追尾してくれるっぽいね。なんだこいつ、軍隊みたいな。帽子をかぶっている。キャップをかぶっているが。普通のキャップなんだろうな。若干そう見えるだけで。しかし今、必要な経験値が少ないこともあり、レベルが低いからね。このままこいつらを買ってるだけでも結構レベル上がりそうだな。普通に進もう。広いな。こういうの大好きだわ、歩いてるの。お、レベルが上がったぞ。やはりもらえる経験値も多いのかな、こいつらの方が。レベル3なんですね、こいつら。あとちょっと、鎧をかけた、生かした奴がいるぞ。こいつはゴブリンリーダーか。なるほどな。ダメージ食らってしまった。コンボを決めさせていただこう。外したけど。外したけどね。普通に倒せたな。おっ。おっと、まだ生きていった。経験値は、まあそんなに変わらないか。お、これが早速あの、アイテム使わないと開けられないやつか？でもないですね。普通にくれる。ランタンの火種。やったね。この前間違えて使ってしまったからな。本当に何をやってるんだ俺は、前回。よし、行くぞ。お、サボテンっぽいものがあるぞ。通り抜けられるのか？よし、通り抜けられる。行くっけ？風か。こういうところそういえば歩いてると竜とかが飛んでくるのかな？ワクワクするぜ。なんか雨が降りそうな音が。おっと、ああ、やはりガードか。おっと、避けさせていただこう。と、今見たところ、とりあえず敵の攻撃をガードするのに敵を真正面から捉えてる必要はないっぽいね。攻撃される方向、例えば前回でスタミナの消費を抑える、ガードした時にスタミナの消費を抑えるやつを、アビリティをつけたんだっけかな。買おうと思っただけだったっけか、ちょっと覚えてないけど、そんな感じだったはず。おっと、そういえばこのゲームどこまで一人プレイでいけるんだろうね。お、これ牛かな。殺しちゃっていいのかな。なんか攻撃されてないし HP ゲージが出てないから殺さない方がいいよね。別に行こう、かわいそうだしね。必要な時にでも相手をしましょう。おっと、なんかアイテムがあった気がしたけど、気のせい。テル。ここか。進行マーカーの使い方。メインクエスト進行中、チェックポイントとなる場所に出現するのが進行マーカーです。ソロプレイ中でもパーティープレイ中でも進行者。パーティープレイ時はリーダーが進行マーカーを触れることで、メインクエストは次のイベントへ。あー、なるほどね。進行するわけだ。うん。オッケー。こいつなんか、いい装備を持っているな。触れないか。準備開始。パーティー終了。一人なんだ、俺。一人なんだ、俺。大変申し訳ないが。しかしこういうところ字幕だけなんですね。キャラクターとかが多いですしね。それにアクションの方に、なんというか気を使っている感じだから、まあそこら辺は声がなくても大丈夫かな。
彼も元は騎士団だったということか。今の騎士団は腐敗でもしているのか？口先だけの踏抜け集団。ここは間を取って私に任せてくれないだろうか。いいわ、騎士団ね。ハインツさん、ちょっと怒ってますね。任せてくれないか。黒武道邸にいるアルフレッドから話を聞く。どこだ？そこはどこなんだ？ここか。入らせていただこう。こんにちは。男なのか、こいつは。中性的な、なんだかわからないが、そんな感じがする。なるほど。うん。お、なるほど。そりゃいつはいいや。つまり行ったことないところには、触っておけってことだな。言い方がなんか変だな。要は、まあ拠点があるので、この拠点にある、くさびに、ね、触れておけば移動ができるってわけだ。前回でくさびがどうのこうの俺言ったけど、そういう理由か。あった、こいつか。座ってこうぜ。他のくさびへ転移。ほんとだ。あるね。これで行き来ができるわけだ。最高じゃないか。こういうの俺大好きなんだよね。他のところにとりあえず歩いて行ってくさびを解放するっていうのも後々やりたいね。とりあえずはチュートリアルかな、でも。リムを消費するぐらい触れたくさびへ瞬時に移動できます。なるほど。よく使う拠点をマイ拠点に登録しましょう。リムのリム店員からも一席ちゃやめます。なるほど。解放状態にしたくさびのみです。基本的には触れるだけで解放できますが、中には条件のクリアが必要なくさびもあります。ああ、そうか。やはり遠いところはどうしても必要ということかな。そういえば、誰がプレイヤーなのか一発でわかるあれだな。これプレイヤーなのかな？名前、あれだけど。ああ、違うな。名前が、あれ、ローマ字になってる人たちがプレイヤーなのかと思ったら、そんなことはないみたいだ。どういうことだ？ん？ここになっているけど、なんだ？何をすればいいんだ、俺は。テル村の拠点を開始、マイ拠点に登録。あ、ここをマイ拠点にしろと。登録。なるほど。え、ここからさらに？あ、いや、地下室を調査する。どこそれ？どこなんだい？おっと、間違えた。アップの見方がいつもよくわからない。ここか。違う。違うな。リストログ、プレイヤー検索コミュニティリスト、フォトモード、ここか。よし、OK。ここだな。行かせていただこう。こっちね。スタミナを消費しているので、ちょっと。あ、これ、あれだ。あっちから回っていくパターンだ。戻ろう。こいつらが多分、あいつは何を走り回ってるんだという顔をしてそうだな。実際には見えないけど、絶対そういうことを考えているに違いない。どっちから行けばいいんですかね。場所的には、そんな感じかな。うん、多いね。本当に雨が降りそうだな。こういう天候が変わるっていうのいいですよね。雨の中。ね、竜と戦うとか、雷とか使ってきたら俺は泣きます。ここか。うん。ここからモンスターが湧いてきていると。レベル4か。ちょうど俺レベル4なんだけど。ああ、そういえば。ちょっと調べたのですが、前回で、クエストをクリアすると AP というものをもらえるよねっていうことを言ってたんですけど、あれなんだろうねって言ってたので、自分で言ってたので、探してみたんですよ。どういうことか。あれ、エリアポイントというものらしくて、あれを一定以上貯めると、その、エリアに出てくる敵を強くしたり、いけない場所を解放することができるようになるようです。
自分もまだやってないし、ゲームの中でチュートリアルをそちら辺受けていないので、ちょっとわからないですが。そういうことみたいですよ。集いしアンデッド。あ、アンデッド系なんだ。てか、このゲームアンデッドいるんだ。おっと。おぉ、カウンターをもらった。なんてこったい。防御中はスタミナが回復しないか。なるほど、防御とかないとスタミナ回復しないと。こいつは気をつけないと。いいこと覚えた。そういえば HP ゲージをちょっと見てください。若干白いところがあるんだけど、あれってもしかして薬で回復する範囲はあそこまでなのだろうか。まだわからないな、そこら辺は。おっ、先制攻撃。これここら辺下手だよね。ボンボ慣れないとね。何かしらアイテムがやっぱりあるが、取っちゃっていいのだろうか。持てる枠が少ないんだよな。おっと、はい、外しました。いい、おらい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 、いい、これ、この打ち上げ本当にいいね。切り上げだね、正確には。アルフレッドに成果を報告しろとのことだ。戻るか。おっと？おっと、レベル18だって？いけるのか？やめておこう。やめておこう。今は良くない。こちらを開けて帰ることは可能なのか？ダメか。回っていくか。あそこ気になるな。おいおい行けってことかな。レベル18だからね、さすがに。レベル4で装備も整っていない状況だと、ちょっと行きたくないかな。このゲームどうやら、その場で、まあ HP が0になって倒れてしまっても仲間が近くにいれば起き上げてなんか復活させられる、みたいなこと聞いたんですけど、ソロだからね。ソロだからしょうがないね。負けたらアウトアウト。あとはまあ、アイテムなど、その日1日1回しか使えないのかな？その場で復活するものがあるみたいです。それは仲間がいなくても使用可能なのかな？おそらくパーティーがいなくても。それ以外だと死亡したら拠点に戻るよ、みたいなことを聞きました。自分もまだそこら辺はね、経験してないんでわからないんですが。まあ、ね、クエストで死ぬとかね、おいおいたくさん経験することになるだろうから、大丈夫だと思うんだ。大丈夫じゃないよね。しかしこの竜が気になるな。来るのか、こういうやつが。それとも単純にこのゲームのね、あれなのかな、シンボル？エリアマスター。お、サンキュー。ガルドリンを連れて城へ戻れ。厄介払いだ。戻らせていただきましょう。ガールドリンク帰るぞ。ここのおっちゃんがいい加減帰れと言っているぞ。風めちゃくちゃ吹いてんな。かっけえ。あいつ顎がすげえな。私は特に文句はないです。むしろお前ら仕事しろっていうところぐらいですかね。了解です。せっかく片付けようとされているっていうのに文句言うんじゃねえよ。話が分かる人が来たぞ。会長さんかな。あれ、これ、神殿にいた人だったっけ？
って意外といいやつなんじゃないだろうか。間違いない。そのハインツって人が、ボール屋に行って、まあ敵を倒したんだよ、何体か。ただ、レベル18がどうのって書いてる部屋があったところでビビってましたよ。俺見たんですよ。ありがとうございます。帰るか。リム転移で神殿に戻り、越見の魔のレオに報告する。分かったよ、行くよ、神殿の帰還。ただリム転移を使うには支払いが必要なんだよな。このリムってどのぐらい金がね入るのかわからないな。テルって何？よし、ここはゼロって書いてあるけど、他のところはやっぱり遠いところは100とか200とかかかるってことですよね。そこら辺気になるな。これ簡単に手に入るのかな。そういえば拠点へ戻っても HP は回復しないの？どうやって回復するんだろう。全く回復しないよね。日にちが経つとかかな。あとは薬を使うとかだけど、多分違う回復の仕方があるよね。リムストン。今は使用できません。オッケー？あれ、ほんとなんだろう。やはりあれもチュートリアルが入りそうだよな。そして左下にメンバーが4人以上いるクランに所属している方に3000リムをプレゼントしますと言っているということは、リムって結構貴重なのかね。なんやかんやでちょっと入手してるっぽいけど、やはりスタート時だからかな。お？戻ったよ。それだよ、それがしたかった。フォーンが物作りをしてくれるってことは、クラフトか。任せてくれ。サンキュー。なんやかんやでレベルが上がったぞ。椅子に話しかければいいんだな。お、鎧を一式もらったぞ。後で確認しに行かないと。天井の水がレベル5以上。フォーン。今度5分。負荷っていうか、まあ持ってないからね。フォーンの気を果たすため、フォーン教へ。ん？フォーン教へ赴き、試練に挑む。オッケー。字が小さくて読めなかったよ。老眼かな。まだそんな年でもないの。そうそれ。さようで。お？別にいいですけど、いつものことなので。そんな名前のところがあるんですね。テル村にいるアルフレドに聞けと。なぜここで教えてくれないんだ。しかしこの人も胸に傷がありますけど、やはり胸に傷があるっていうのが、まあ竜に、白竜に心臓を捧げたっていうことなんですかね。あ、了解です。総員見てこよう。買わなくてよかったぜ。HP が回復した。レベルが上がったからなのだろうか。よくわからない。時間経過ともに HP が回復するならまあまだいいんだが。そういえばこのクエスト、どういう感じで再度出てくるんだろうか。俺のレベル？それともやらなくちゃいけないことをやってから。出てくる知らせはありません。わからないな。俺は後々探すとしよう。報酬を受け取って住みたいところだな。ここか。お、なんか出てるぞ。キャメロン。クエスト情報。神殿のまかない人。あとにしとこう。トレジャーゼロ。挑戦者特別なスビアレアアイテムのチャンスがあります。神殿のキャメロンが、それは機会にできると。あ
ファッションに関係するものか、やはり課金的な、あれかな。報酬の受け取り。全部受け取らせていただこう。やはり武器とかっぽいな。コンボットベスト。これは誰が装備できるんだ？誰も書いてないな。技。復活受け取り。あー、なるほど。チェックをつけないとダメか。あ、そっか。一部受け取る。すべて受け取るか。受け取りますとも。で、装備変更。オビードは。あ、ここじゃないと、これを取り替えられないのか。なるほど。よかった。これで俺が気になっていたことが一つ解消された。しかし、この剣も錆びている剣にしか見えないんだが、これ、今いる場所が暗いからかな。わからないけれど。やはりこれではないのか。ローブがないなぁ。重さは変わらないっぽいね、これ装備しても。最大体力プラス30。防御力が上がるわけではないんだね。面白いな。外見変わらないよ。外見が変わらないよ、おっちゃん。これをつけてるからかな。あ、多いな。あ、やっぱりそうだ。上から、このドアマーをつけているからか。多いね。まあ、つけておこう。待ってるよね。あと何か他にも何かをもらっていなかっただろうか。ジョブ専用はもらってない。なんともない。ない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 。急に。これっていうか、ここ装備できないのか、なんか後で解放するのか、レベルか何かで。ここしか装備できないっぽいぞ。まあ、いいでしょう。感じだ。ああ、あんまり変わってねえな。さて、ちょっと光があるところ行って、この剣の色合いを確かめたいんだが、やっぱ錆びてるんじゃないのか、これは。あいつら不良品かませやがって。装備をじっくり見ることってできないのかな。どっかにボタン表示はないかな。ちょっと見てみたいんだけど、ダメか。このクラス1、クラス2、クラス3、クラス4っていうのがよくわからないな。やはり、ジョブ、流力の継承。まだわからないですね。これもチュートリアルか何かが入るんでしょうか。ブラッドオーブというものもまだ手に入れてないんで何かあるんでしょうね。さて、今回はここまでです。少し長くなってしまいましたかね。このまま次回は、まあ、テルムラまで転移するかね。転移は入り口の方からか。あそこから転移して、そのまま行っちゃいたいと思います。門を取らないことには始まらないからな、このゲーム。その後まあ、いろいろとクエストをやったり、アイテムを整えたりしていきたいと思います。ではまた次回、ホビドワでした。